乾杯。深夜のパートナー鈴木真嗣です。この番組は川越にゆかりもない男女関係もない2人が川越にゆかりのある酒や川越に関係のあるつまみを片手にあることないこと管を巻いていく番組です。それではお楽しみください。とんで飲んで川越いきましょう。どうぞ。今週も1週間お疲れ様でした。皆さん飲んでますか？鈴木真嗣です。でいやキララさ、はい、オープニングと全く同じ内容だったけど、よかった、合ってる言いたいことは言えた気づいてしまったか。しんちゃんね、うん、世界線やり直してるんだよいやなんかね、うん、タイムリープものかというぐらいオープニングと全く同じことをねいや、いいんですよ。ただリスナーさんからすれば今の情報でほら伝わったのって、まあ巫女であることとおみき持ってこいっていうことはね伝わったんだけど、あとしんちゃんがタイムリープしてるってことね。そうだよね俺これ何回目の世界線なんだ、わかんねえけどしんちゃんだけじゃないか、リスナーさんもタイムリープしてる。なんか聞いたことあるなみたいなね。これ大丈夫、なんか同じもん流し続けてんじゃないのこの番組みたいなさそうそうそう、あれ実を言うとネタバレすると私が世界線を何回もやり直させてるの、ね、ある目的のために。すごいね空間に干渉できる、時間に干渉できる女だよねまあここまで言ったことは全部茶番ですいやもうちゃんとほらこの番組初めてだから、リスナーさんも、はい、ほらキララのこと知りたいと思ってるから、はい、ちゃんと自己紹介してくださいよ、はい、そうですね、うん、ほなちゃんと用意した自己紹介言いますわはいはい、もっとおみき持ってこい、京都でみこさんやってますっていうのを錦の御旗に好き勝手やってるわらじ履きまくり女です。よろしくお願いしますごめん待って、名前は名前言おうよバラジ吐きまくり女です、キラさよりよろしくだったら分かるけど、吐きまくり女で終わったけどいいの？え、本当に終わってた？おいあ、そうやな、あ、そうやな待って待って、ほんまやな普通にお酒回ってるやん普通に酒回ってるやつじゃないですかこれ。いや、ほんまやん、びっくりした吐きまくり女で終わってるけど大丈夫かなやばいね、ちょっと妖怪みたいになっちゃってるね自己紹介だよねなんかちょっとムカデ人間みたいな、ね、巫女の妖怪ですみたいな感じになってるけどわらじ吐きまくりムカデ人間ですみたいな、ね、なんか気持ち悪い感じになっちゃったよ ね、キラさゆりでいいんだよね、キラさゆりで、うん、そう、多分ねこれ用意した自分の台本にね名前書いてない。書きなさいよ、忘れるんだったらのが原因だと判明した今さっき。分かった、でもこれで伝わった、もうねキラさゆりって伝わったから、はい、よかったはい、はい、キラさゆりのキラはキラコウズケノスケのキラに、さゆりはひらがなです。わかりやすい、それね、それ最初に言ってほしかったんだよねはい反省してます。なんでふてくされるのよはい、ちょっとね、はい、改めてしんちゃんもね、はい、初め挨拶、さっきの挨拶はかなり無難な感じだったからね、私のツッコミをしてくれたがゆえにね、本当だよ、何言うか忘れちゃったよ、ごめんね、どうぞどうぞ、はい、改めまして、思い出して、はい、鈴木真嗣です、40歳独身サラリーマン、今回ラジオやらせていただく運びになりました、ありがとうございますもうこれで十分
もう40歳独身サラリーマンが伝わればもう大体鈴木伸二の8割ぐらいは説明できたかなって感じだね。残り2割はね、あのこの後の番組で徐々に僕のことを知ってってください。いや、重たい。おい重たい。重たくないって。やめて、それ世のあれを、独身男性を敵に回すよ。重たくないって。なぜなら、もうあれです、人生も100年って言われてる中で、40歳ってまだ半分にもいってないから。ね、皆さん、ね、確かに。ね、この番組を聞いてらっしゃる独身諸君の皆さん、ね、男性、女性問わずですよ。安心してください。40歳でもまだ全然僕結婚できると思ってるし、なんならしてやりますよ。あと5年以内に。なんか具体的な数値目標言ってきた。怖。違う違う、逆に守りに入ってる。5年だからね。5年あればなんとかなるんじゃないかっていうね。40年間こじらした男が頑張って5年つったからね今。いやでもね、こうあれよ、結局こう、まあ、いずれできるでしょっていう自分の積み重ねで1年2年3年すぐ経っちゃうからね。いや、大人になると痛いほどわかる。あのね、皆さん気をつけてくださいね、うん、これを聞いてらっしゃる、ね、小中高、学生、まだ20代の諸君、30、はい、おいって飲みながらおいって言うんじゃない、ね、30になってからほんと早いよ。おいグビグビ飲みながら聞くってただね、まだあれでしょ、あのキララはまだ踏み込めてない領域だと思うから、はい、あなた自分が ね、 そうですね、本当になった時早いからね、気をつけなよ。心しておくし、あとなんか独身を敵に回したよみたいなこと言ってたけど、ああ別に私だって独身だから負けねえし負けねえぞってそれでもアルコールが入ってるからギリギリこれフィールドになるかなって戦えるかなって思ってるけど大間違いだよね。独身でマウント取るやつ間違ってるからねでもいいぞ、毎日が楽しいぞ。まあまあ、ね、好きな時間に飲んで好きな時間に食べて、そう好きな時間に寝れるそれはまあ醍醐味ですよ。醍醐味なんだけど、そう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 、ただね、この聞いてる、これを聞いてるリスナーの諸君、安心してください。はい、で我々ね、はい、これね、男性女性ね、鈴木伸二、キラサユリのね、男二人でやら、男と男二人じゃねえ。やったー、ボーイズラブだ。ごめん。ちょっと男と女が二人でやってますけど、はい、いやマジで何もねえから。マジでそれ。これね、本当。これね、聞いてる、それこそね、こじらせちゃってる人とかは、いや、どうせ鈴木伸二とか、うん、今独身で、なんかね、うん、彼女、なんかいない雰囲気出してるけど、どうせこれあれでしょう、うん、みたいな。収録終わったら、キラーとなんかこうね、飲みに行って、そのまま夜の街に消えていくんでしょう、みたいな。え、マジ、そういう生々しい話やめて。待って、ごめん。あなたがドン引くのやめて。いや、しんちゃんが怖い、気持ち悪いとかそういうのでは全くなくて、なんかそういうのを自分で想像されるっていうのがキモい。分かんないよ、分かんないけど、俺がさ、逆の立場でね、例えばこのラジオ聞いててさ、うん、こうね、分かるよ、なんかね、ラジオでイチャついてんじゃねえよとかってさ、俺ひょっとしたら思うかもしんないよ。分かる。だからお笑いの男女コンビとかもさ、結局裏でできてるからコンビ組んでんでしょとか思っちゃうもんね。それにゃんこスターだけだからそうなんですけれど、うん、コンビ組んでる男女って本当にね、なんか同性間のつながりよりもなんかもっと血の濃いみたいな、なんかね、みんな分かってると思うけど、そう、食わないといけないからお仕事でね、イチャコラしてる場合じゃねえから、そうどうやったらそうこのラジオ人気出るかって考えないといけないから、案外めちゃめちゃドライにね、ビジネスな感じでできるよね。なんならですよ、収録終わった瞬間に、あ、お疲れ様でしたってお互い別々に帰ってくからね。そうすってやめよう、なんかね、言えば言うほど逆にちょっと寂しくなってきたからやめよう。本当だよね。それなりにちゃんと仲はいいんだけど、ただね、そのリスナーの皆さんご安心ください。そんな皆さんがね思ってるようなことではない。ただ健全に我々が作り上げたい番組としては、せっかくね、やっぱり男性女性がいるわけだから、それぞれのね、はい、視点でやっぱりね、リスナーの皆様からのね、はい、あのそういった、メールだったりだとかさ、お悩みだったりだとかさ、はい、リクエストだったりだとかっていうところに答えていきたいなと思うんだよね。そうですね、うん、あの善処します。どういうこと今何、善処しますは、そうだね、そう、俺も善処するんだけどいやでも
も本当なんですかね、あの男と女がやってるからどうのこうのっていう感じでもなく、本当一人の気が合うもの、一人の人間と一人の人間気の合うもの同士がこうこうね、一蓮托生というか意気投合みたいな感じで番組始めちゃったよねみたいな感じだよね。大きく出たよね人間と一人間がみたいな、すごい、ね、哲学的な感じになってるけどさ。いやでもそうじゃんそうじゃん、いやもう本当に男女関係、なんかこう人間と人間の付き合いを語る上で、うん、男とか女とかマジでさまつなことだからさまつっとおっしゃいました多分ね、この、ラジオを聞いて、正直ごめんなさいね、僕も語彙力そんな、ね、ある方じゃないんですけど、さまつってよう聞かんからね。いやな、さまつってよう聞かんよ。ちょっと前に言われてんやんか。なんてこうやってすぐに熟語出すのって、オタク女だけみたいっていう。そういう端々からオタク女っていうの漏れ出すみたいっていう話を聞いて、いやただ言葉の単語のこうなんていうかほらセンスはねやっぱ重要だからの何を言うかってほらどう表現するかもさやっぱりさ単語一つやっぱりさその美的センス的なやっぱその人のさあるからさそうだねいや今ので分かったわさまつねそうそうそう、あ、まあ、でさっきからねあのボーイズラブとかオタク女とか言ってますけど、うん、普通にオタクなんでオタクな方よかったらお便りください。これでまたキーワードねあのキラサユリを語る上でのキーワード出たね、オタクボーイズラブ出たね、うん、そう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 、でしんちゃんは40歳独身もっとなんかポジティブななんか素敵な感じの、いや全然いいんだよ、取り物事一つのワードに対しての物事の取り方って様々だから、そうだ、ね、何もその言葉自体がネガティブなんては言わないけれども、でもそういう自虐みたいな感じで使ってるでしょ、もっともっとなんか自虐にならないなんか本人が胸を誇って言えるような言葉で自分を表現してみなよやめろなんか、フォローされればされる分だけなんかすごい惨めになるからやめていや、だから言ったじゃん、言ったよ、だから残り2割は2割しかないかもしれんけど徐々にこの番組でね、うん、もう少し鈴木真嗣出していくから出していくそうだね、そうだ ね, ねでもね、こんなね、私たちがもう仲いいのか仲悪いのか結局男女関係はあるのかないのかよく分かんない感じかもしれないですけれども、うん、私たちね、共通点の一つとして、うん、ラジオが好きっていうのがありましてですね、やっぱこれがね一番大きいと思うよ、うん、そう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 、でもともと別のラジオ局のラジオパーソナリティ仲間みたいなのの集いで出会って、はい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 、なんでなったんですかみたいになった時に、うん、ラジオが好きで、あ、僕もですみたいな感じで意気投合して、いずれなんか番組2人でやれたりとかしたら楽しいですねみたいな感じでお互いの番組にゲスト行き来し合ってみたいな風にしてて、満を持してラジオ川越さんで、なんか歴史を感じるね、うん、そうだね、あの初めて挨拶した時もまあ飲んでたけどね飲んでたね飲んでたねよく考えるとノンアルコールの時間ほとんどなくない、私たち会ってる時、暗黙の了解だよね、大体2人でさ、例えばラジオやる時もそうだけど打ち合わせする時もそうだけど、始まる前に飲むのか、うん、終わった後に飲むのか絶対どっちかだよね、うん、そうそうそう、トリマ飲んでるよ、ね、トリマってそれが今回のラジオに至ってはもうお酒を飲みながらっていうねスタイルになっちゃったからね、そうですそうですそうです、でもね、せっかくこのラジオ川越さんというラジオ局で番組をさせてもらう以上、うん、何か、そして逆に私たちは川越に縁もゆかりもないからこそ、まあ、何か川越らしさを出していきたいよねてか川越のものに普通に文化として触れたいよねっていうことで、酒とつまみは川越のものをいただきながらくだまこう、いや素晴らしい、なので今回ね、我々が最初のね、オープニングのところで、はい、乾杯ってさせてもらったと思うんですけど、これ今、はい、せっかくなんでちょっと紹介させてください。これ川越の方であれば知らない人はいないと思うんですよ僕、その名もデデュン恋のビール恋のビールね、いや素晴らしい、川越をこれね発祥としたクラフトビールなんだけど、6種類あの、うん、確か6種類あって、そして今キララが飲んでるのがアイスあるんすよいい飲みっぷりだね、うん、はい、私はこのいい飲みっぷりでいただいておりますのは小江戸ビールのキャラでございます、うん、キャラね、キャラでございます、色がねそれぞれね、決まってるっぽくて、キャラだと茶色っぽい色かな、確かそう茶色っぽい色、茶色色かな、うんうん、ちなみにお味どうですかキャラの、あ、
美味しいです。私ねちょっと前にクラフトビールにハマってたんですけれども、はい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 、私がクラフトビールに求めている味そのものって感じです、うん、クラフトビールに求めてる味が分かんねえから分かんねえや何を求めてるんだ。私もよくこれは多分伝わらない表現だなっていう前提で喋ってるのでただ飲んだら分かります。オッケーオッケー、好きだ、うん、美味しいっていうのは伝わってきたから、うん、まあまあいいかな。美味しい、ギリギリクリアかな。濃い濃い感じで結構ね癖のある感じ。うん、うん、ありがとうありがとうじゃあ僕がね今ねいただいてるのがこれねマリハナね、マリハナ、うん、別よく喋ったけどマリハナね滑舌しっかりね。そうそう、でこれは、緑をね基調した、色なんですけど、色の感なんですけど、うん、飲み心地が飲みん、うん、そう飲みやすい、うん、あシンプルそうなんだ、飲み応えシンプルに飲みやすくて、うんで癖がない、なんでビールっぽくないんですよ全然。あ、そっちは結構じゃあ逆に初心者向けみたいな感じなんだね、うん、ね初心者でも簡単にやれるマリハナって感じかな。あ、滑舌しっかりね今大丈夫だったよね今なんかそれっぽい感じになっちゃう、初心者でも簡単にやれるマリハナってなんだ、うん、ほんと1回目からバンされないようにしようね。今喋ってて俺もあれなんか今表現的に大丈夫かって心配になっちゃったんだけど、これアーカイブ YouTube に上がるからYouTube 多分厳しいから気をつけてね改めて、非常に美味しいビールでございます、はい、よろしゅうございますそんな感じで川越の酒やつまみを片手に管を巻く番組でございます。これをお聞きの川越の企業の皆様、この番組で飲んでほしい、紹介してほしいというものを送っていただきましたら、そのことばっかり30分ずっと言わせていただきます。ね、普通にスポンサー募集をねここでかけるのやめなさい、告知にしなさい、せめてせめて告知で言いなさい。わかりましたと、はい、いうことでね、この番組では、川越の美味しいお酒、美味しいおつまみを紹介していきたいと思いますので皆さんよろしく。はい、まだまだ続くよ。いただいておりますのが、とんで飲んで川越第1回目の放送ということで、はい、本来であればね、ここでコーナーでもぶちかましてやりたいところではございますが、まだ決まってません、はい、白紙です、ね、僕たちの未来は白紙です。白紙なんですよなんかかっけえなそれっぽい、間に合わなかっただけですいやね、でもこれ私がさっき言った言葉じゃないけどね、この取り方もネガティブにもポジティブにも取れるからね、白紙の未来っていいことなのかなみたいな感じになっちゃうよね。いやもう言ってるじゃないですか、大先生が、未来は僕らの手の中でいくらでも作り出せますよ。カイジいやそんなありがとうございますそんなね、ごめん、そんな喜んでくれると思わなかったから、ありがとう我々地味な共通点として福本信行さん作品が大好きっていうのもありますからね。いやもうね、人生の師ですから、そうそうそう、お師匠さんですよ。そうそうそう大事なことは福本が教えてくれるんですよ。いや戻そう、戻そう。まだだからこの時点では決まってないんですよ。だからもうリスナーさんに募集しようと思います、うんうん、いいね、リスナーさんに託しちゃおうか。そうそう、やっぱりいやリスナーさんが聞きたいね、やっぱりラジオだったりだとかコーナーをやりたいんで、うん、まあこれはねちょっとこの後で、また告知でもね、また話すかもしれないんですけど、はい、この後ね番組のね、はい、ツイッターだったりとか言うんで、ぜひぜひ皆さんからねそういったねコーナーのリクエスト、はい、もらいたいと思います。はい、個人的にはね、うんうん、いやもう多分ね振ってくれると思ったからもう先走って言っちゃった。あのね、うん、個人的にはせっかく深夜で酒も入ってるしで、うんうんうん、男と女それぞれでみたいな風にしんちゃん言ってたから、そうだ ね、まあね、うん、お悩みコーナーとか無難ですけれども、あとはラジオ川越さんフリーダムに結構自由に音楽かけていいっていうことだったんで、あそうだ ね、なんか音楽にまつわる音楽をこう自然に流せるようなコーナーやりたいよね。いやこれはもうやっぱラジオの王道だと思うんで、王道だよ、ね、それはねやりたい、やりたい、それはやりたい、それはやりたい、ね、やっぱりお悩みコーナーみたいな感じだよね、うんうん、やりたいなって思ってます ね、いやこれ大事、これはやろうよ、うん、
それやろう。これね、これ外せない。いい感じとね、うん、なんかあのこんな感じの音楽募集コーナーあったらいいんじゃないんですかね、お悩み募集のコーナーあったらいいんじゃないんですかねみたいなアイディアくださると嬉しいかな思いますね。いいよね、なんか振られた時にかけてほしいミュージックみたいな。いいねいいね。逆にごめん、なんでさ今俺さポジティブになれなかったんだろうね。なんかうまくいった時だったらいいのに振られた時前提で言ってるからね今。いかんねん。ちょっと今までのちょっと人生がごめん出ちゃったかもしれない。ちょっとなんでここであの成功した時のじゃなくて振られたに言っちゃったかだよね。それも味だよ。味だよ。もう酒飲んで忘れそう。もう酒飲んで忘れちゃおう。乾杯。そうだね、ちょっと忘れよ。乾杯。ありがとう。えしんちゃんどんなコーナーやりたいの？ね、うん、まあやっぱり僕はやっぱいろんなこうなんだろう人にも聞いてもらいたいのはもちろんなんだけど、うん、やっぱりラジオ自体をやっぱ有名になってほしいんですよ。で有名になったらさやっぱ聞いてくれる人も増えると思ってるし。そうだね、うん、ってなったら、うん、やっぱ今流行りのものにこう乗っかりたいなって気持ちもあって、うん、異世界転生あやかりたい、うん、とりあえずもう異世界転生って言ってれば聞いてくれるんじゃないかと。ラジオのこうなんかこう、CM じゃないけどさそこにさ異世界転生みたいなことが書いてあれば誰が聞いてくれるんじゃないかっていうね、あやかりたい。おいって聞いといてグビグビ飲むなよ。コメントコメントちょうだい。いやーちょっとどうよ。いやだって普通にさもうなんかね告知で異世界転生って書いてあったらうわっなんか聞かないとって思わん？興味示さん？さあなあなんかあれやなこう示さないね。結構示さないな。番組のコンセプトはじめ2人でこれを持ち込んできた段階からもうちょっと話し合ったらよかったなって思った。やめて、なんか僕が失敗したみたいななんかそういう定理するのやめてもらっていいですか。広報プランニングの方向性が結構私と違うわって若干思わんでもなかった。じゃあ異世界転生って言ってもちゃんとあれですよ、こう、うん、リスナーさんがもし生まれ変わったら何になりたいのかっていうのを募集して我々が、うんうん、そうだよね、異世界転生というのはあくまでそのフレーズだけであって、うんうん、やりたいのは皆さんね人生もう一度やり直せるんだったら違う世界線だったら何してますかっていうのをちょっと聞いてみたいんですよ。あ真面目な話、はいはい、だからファンタジーの世界とかそういうくくりとかも全部なしでどんな世界線行ってみたいかみたいな、そうそうそう、こうフリーダムな感じでね。あー急に言われたらビビるわ。何の例えばねその他の仕事をこう、うん、生まれ変わったらやってたのかみたいなところを想像して話してほしいんだよね。あーなるほどね。そうだな、でも生まれ変わったら橋本環奈になりたいかな。それ俺なんてコメントしたら正解だったの。今でも十分可愛いよって言ったら正解だったのか、おいふざけんなって言った方が正解だったのか、やめて、答えがいっぱいあるの。ごめんな、もうほんとしんちゃんがお気遣いの人っていうのを分かった上で私は困らせる回答をしてしまったとめちゃめちゃ反省している。今めちゃめちゃすっげえどっちが正解って考えたから、いやもうほんどっちだろうって。ほんまごめんや。えしんちゃん逆に何なりたいの？俺今ほらサラリーマンじゃん、うん、サラリーマンなんだけど、うん、ただやっぱりサラリーマンじゃなくて、うん、これ結構真面目な話をさせてもらうと、うん、もう大学とかじゃなくて専門学校からやっぱり自分がやりたい道に進んだらどうだったのかなっていうところをちょっとさ考えてみたいな。わかる。それはもうちょっと若い時から目指したかった夢の道に行ってたらどうなるかっていうのは思い描いちゃうわな。そうだよね、うん、人生の分岐点だと思うんだよ。やっぱりその高校とか大学ね、やっぱ進むか進学するか働くかっていうのはさ、うん、あとはその専門行くかって人生の分岐点だと思うんだけど、うん、ここで違う選択をしてたら今の、ね、僕は何をしてたのかっていうのはちょっとねやっぱり今でもやっぱ考える時あるんですよ。あーなるほどね、うん、僕はね大学、まあ、選んで進学したんだけど、うん、でまあ今サラリーマンって形でやってるけど、まあ、どうだったのかなっていうのはちょっとねそのね考えっていうか転生ものでねちょっと話せればなとかって思うんで、うん、あ意外と深みのあるコーナーになるかもしれない ね。あくまで当たり前じゃないですか、そんなね人気のためだけにそんなこと僕が言うわけないですよ、やめて。はいはいはい、ね、皆さんね誤った印象持っちゃうから、はい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 、もうゼニゲバカと、はいはい、またね、またねこれ長くなっちゃうからもうそろそろねもう時間ももう差し迫ってるからね、まあ、こんな感じで、はい、リスナーの皆さんも自由にフリーダムにコーナー考えていただいて普通のお便りとともに送っていただければなと思います。コーナー案どしどし送ってください、お待ちしております。はい、お待ちしております。
早いものでエンディングのお時間となりました。ここで番組からのお知らせです。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスは tonnonkawagoe@gmail.com とんのんかわごえ @gmail.com となっております。はい、番組では個人法人大口小口問わずスポンサー様を幅広く募集しております。詳しくは番組ツイッター@とんのんかわごえの固定ツイートにてご確認ください。続いてこの流れでキラサユリの告知参ります。インターネットラジオ渋谷ラジオ東京様にてキラサユリの不調停ラジオという番組をしております。よろしければお聞きください。また私1月に実は竹書房様の4コマ漫画新人賞で大賞を受賞しておりました。わおめでとうございますこちらの受賞作品が現在発売中の隣の席の同居人増刊号に掲載されておりますので、よろしければご確認ください。いやすごいね。実はこんなわらじも履いてたんです。竹書房でもう今ね発売されてるってことだと思うんですけど、はい、せっかくなんでね、その漫画のちょっと内容も少し紹介してもらっていいですかね。はい、ボーイズラブです。はちょっと待って、あのね、僕ごめんね、聞いたけど知ってるんですよ、あの漫画の中身自体は。ボーイズラブのボの字の要素もなかったじゃん。なんで嘘ついた言いたかった、私がボーイズラブ作家になりたかった そ,、ね、そんな夢を言いたかっただけ。いや素の歯が出ちゃったからね。歯まあまあまあ、あの本当のところ言いますと、巫女さんの漫画です。私が実際巫女さんで働いて会った時の出来事や、先輩ですとか友達ですとかの巫女さんのエピソードを元にフィクションの漫画に落とし込めたっていう漫画ですので、老若男女どなたでもどんな思考の方でも読めると思います。ご確認いただければなと思います。はい、巫女さんの漫画ですよね。あれぜひ皆さんね、はい、買って読んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、うん、まあちょっとここでね、初回放送ということもあるんで、我々からね、感想一言ずつね、うん、言いたいと思うんですけど、はい、まずキララどうだった？ガイドビール惜しかったそうだね、よかった。そのね、はい、今飲んだ後にこいつ何言うんだろうと思ってヒヤヒヤしてたんだけどこれで、あの今コイドビール美味しかったっていうのは正解で、それ以外言ったらこれ本当に怒ろうと思ったからね一食そこ初であったか。いや合ってた、よかったよかった、うん、しんちゃんどうやった？ね、僕は、まあ、さっきの今、キララが飲んでくれたのもそうだけど、ね、番組の雰囲気が ね、ちゃんと伝わったと思ってます。うんうんうん、ね、お酒を飲みながらっていうコンセプトもそうだし、まあ、金曜ね、0時からまあゆるーくまったりとこう、ね、皆さんと一緒に同じ時間を過ごしていければなっていうところが、まあ、今日はね、まあ、30分であるんだけど、まあ、伝わったかなと思ってるんで、これで良しとしたいと思います。だね、そのね、次回、こんな感じ、こんな感じで、あの毎月ね、第2週金曜日こちらね、とんで飲んで川越やってますので、毎月第2週の金曜日です、はい、うん、0時から、はいはい、飲める方はぜひお酒を片手に一緒に飲んでいただければなーなんて思います。はい、ぜひぜひです。はい、ほな縁も竹縄って感じでよろしいですかね。うん、素晴らしい。はいはい、それじゃあこちらでお開きで合わねえな何て言ったみたいなの